はい、今日はですねバートンのバインディング、マラビータを紹介したいと思います。こちらですね、まあ、カラーは全部で4色展開となってます。でこのバインディングの特徴なんですけども、まず一つはハイバックの内側です。ここにですね、まあ、ゴムのような素材が貼り付けてあるんですけど、これとブーツのかかとがかなりフィットしますね。なので今までのハイバックよりもより一層フィット感が増してます。であとは、こちらですね、まあ、去年からなんですけども、アンクルストラップが全開に開きっぱなしになります。で今までだとこうバインディングをはめるときにこう踏んづけちゃったりしてたと思うんですけど、それがなくなりました。で去年からの変更点としては、このストラップですね、まあ、空洞化になってまして、より軽くなりました。でちなみに去年のアンクルストラップはこういったものになります。ちょっとこう厚みのある、まあ、これも硬いんですけどです。あとは、まあ、トゥーキャップ、トゥーストラップですね、これも変更になって全体的にこうゴムのような素材になってるんですけど、まあ、よりグリップが増したと思います。とあとこちらがですね、ローカル、サポートローカルといいまして、うちのような、まあ、スノーボード専門店でしか扱えないカラーになってます。でバートン専用の EST バインディング2点止めですね。それと、バートン以外の板にも付くリフレックス、こちら両方ご用意しております。詳しくは動画下の説明文をご覧ください。ありがとうございました。